ナルト。エロ仙人？どうだ、一杯。ってわけで、性質変化をものにできたんだってばよ。さすがわしの弟子、わしも鼻が高いぞ。どうした？今回はいろいろ考えることがあったってばよ。アスマたちのことか？うん。人を失うという悲しみはこの上なく辛く苦しい。つながりが深ければ深いほどその悲しみは深くなる。それは人である以上当然の感情だ。だがその悲しみを超えることができれば人はまた強くなる。今回の一件で鹿丸たちは大きな傷を負ったが、アスマの意志を引き継ぎ新しい強さを手に入れた。そういうのあんまりわかんねえってばよ。今はだが、いつの日にかお前にもわかる日が来る。そうかな。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく信じた道を突き進むことをな。へ、いきなり何の話をしてんだ？わしはいつでもお前を信じておるからな。はあ、どうしたんだよエロ仙人。さて、どっちがラーメンを早食いできるか競争でもするかの。負けた方がここのお代の支払いだ。あと、いきなりずるいってばよ。相手を油断させてことを有利に運ぶ。これも立派な策の一つよ。ジクシュン、そういうことだったんだな。負けるか。いくつもの戦いを経て少年たちは強くなる。ゆっくりと確実に。時代は移り変わろうとしていた。親から子へ、師から弟子へ。力、技、思想、幾多のものが受け継がれ、つながりが生みし、一筋の光を信じ、少年は道を歩む。そして、闇もまた同じく、巣穴の中で力を蓄えし、復讐に囚われた者、彼もまた新たなる道を今こそ歩まんとしていた。羽ばたきの時が迫っていた。これで終わりか。傷一つなくことを済ませるとは。この子を見ていると天才と呼ばれていた自分が道にあと少し、ほんの少しで私のもの。蛇結成。
どうですか、サスケ君は。いい感じだわ。私好みの忍びになってきている。それでは。ええ、近く転生の儀式を。オロチマル様。これは。体がだいぶ衰弱なさっている。これだとランク10の薬を投与しないと。ボロボ。薬を取ってきます。少々お待ちください。転生の儀式、早めないとまずそうね。私に何か用？もうあんたに教わることは何もない。俺にとってあんたは用済みだ。ここで始末する。やっぱりそうきたわね。オロチマル、あんたは俺より弱い。言うじゃない、うちはのひよっこが。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだ。イタチが無理だった。だからひよっこの俺を狙ったんだ。だが所詮あんたには無理な話だった。うちはの名を超えるどころか届きもしない。どんな天才も、いくらあんたでも、うちはを前にすれば凡人になり下がるのさ。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはや俺の体を手に入れることなど不可能だ。なめられたものね。いくら吠えたところでひよっこはひよっこなのよ。見せてあげようじゃない、あなたと私の力の差を。やってみろ、お前じゃ無理だ。ここまで私をコケにしたのはあなたが初めてじゃないかしら。サスケ、その体いただくわ。戦闘開始。
お前の負けだ、オロチマル。負け？私は不滅。その程度で私は倒れない。なんだここは。ここは私の中にある異空間。ここで転生の儀式を始めるのよ。さあいただくわ。シャリンが、ついにあの力が、ウチハの力が私のものに。転生の儀式を受け付けない。 ありえない、そんなこと。ここは私が作り出した空間よ。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前で分かってるはずだろ。もうこんな血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで、所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が、逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かす者、すべてを手にする者、私は。お前の力、俺がいただく。カブトか。オロチマル様。まさか君は。やつは俺を狙っていたが、逆に俺がやつのすべてをいただいた。それじゃあオロチマル様はもう。行くか。よっしゃ。それじゃあな。
ついてきていることは分かっている。そろそろ出てこい、水月。へえ、僕がついてきてるってよく分かったじゃないか。さすがは内葉サスケだね。それにしてもひどいじゃないか、僕を置いてくなんて。言っただろ、ついてきていることは分かっていると。分かっててそのままにしてたってのかい。結構性格悪いよね君。水月、このまま俺についてこい。お前は戦力として計算できる貴重な存在だ。僕のことを評価してくれるのは嬉しいけど、目的は何だい。今は何も言わずついてこい。すごい上からの物言いだよね。そういうのまずは僕よりも上だとしっかり証明してからにしてくれないかな。別に君のことは嫌いじゃない、ついていくこともやぶさかじゃないけどね、こういうのは初めが肝心だと思うんだよね。君と僕のどちらが強くて上なのか。いいだ、それでお前が納得するならな。いいね、その考えの柔軟なとこ。さっさとやるぞ、時間が惜しい。これで分かっただろう。なるほどね、君が強いのは昔から噂で聞いてた。それが嘘じゃないって分かったよ。いいよ、ついてくよ。で、これからどこに向かうの。これくらいは答えてくれるよね。南アジト、そして北アジトに向かう。え、ということはもしかして。ああ、あと二人、カリンとジューゴを連れていく。ああ、僕はあいつら好きじゃないから仲良くはできないかもよ。特別仲良くする必要はないが、協力はしろ。まあ、それでどっちから行くの。まずは南アジト、カリンに会いに行く。あの女か、苦手なんだよねあいつ。
宮地とってこっちでよかったっけ。あれ、どうしたの？そこに何かあるわけ？かい。へえ、こんな仕掛けがあったんだ。よそ者をアジトに近づけさせないためにオロチマルが施した忍術だ。行くぞ。はいはい。結界だ。南こう霧が深いと先に進みづらいよね。どうすん？まずは結界を解く。どうやって？この近辺に3枚の札があるはずだ。そいつを全て剥がせば霧はなく。なんだ、簡単じゃないか。とりあえず慎重に行くぞ。これです。よし、霧が晴れたね。先にす。いや、最後の仕掛けが残っているようだ。お？僕らの偽物？結界が解けてもただでは先に進ませないというわけか。面白いね。ちょっと暴れたいと思ってたとこだし。さっさと倒して先に進むぞ。分かってるよ。Thank you.
なんだ、もっと楽しめると思ったのに。とんだ。南アジトに向かうぞ。ああ、少しは相手をしてくれてもいいと思うけど。入るぞ。さてと、あの女はどこに。やっぱりお前らか。げ、久しぶりだな、カリン。オロチマルが死んだって噂は耳にしていたが、あんたが単独で現れたってことは噂じゃなかったってことか。そういうことだ。で、一体何の用があってここに来た。単刀直入に言う。カリン、俺についてこい。お前の力が必要だ。はあ？なんでお前なんかに。うちはここを任されてるんだよ。オロチマルはもういない。捕まえてる奴らはどうするんだよ。水月、このアジトに捕らえられている奴らを全員解放しろ。やれやれ、相変わらずの命令口調だね。まあいい。これで監視役も必要なくなるわけだ。どうする。行く。決断が早いな。よく考えたら、見張りも飽きちゃってたところだし、だからうちもサスケと一緒に。じゃあこれからカリンも一緒だね。水月、お前囚人たちを解放しに出て行ったんじゃ。何慌ててんだか。僕は牢の鍵の在りかを尋ねに戻ってきただけだよ。でもまあ、目的達成だね。よかったじゃない、サスケ。うちはついていくとは一度も。なんだ、結局ついてこないのか。行くよ、一緒に。面倒なやつだと思ってたけど、案外可愛いとこもあるじゃないか、カリン。てめえ、水月！さっさと次の目的地に行くぞ。水月、早く囚人を解放しろ。はいはい。ていうか、カリン、早く鍵の場所を教えなよ。うるせえな、うちに命令するんじゃねえ。あとは15だな。で、次はどこに行くんだ。確か北アジトに行って15を仲間に加えるんだっけ。まずは東アジトまで戻るぞ。ちょっと待て。お前ら、あの十五に会いに行くつもりなのか。そうだけど。悪いことは言わない、それはやめとけ。あいつは簡単に仲間になるような玉じゃねえぞ。知ってるよ、一度手合わせさせられたこともあるし。でもサスケが仲間にするって言ってんだから仕方ないでしょ。行くぞ。ほら、行くよ、カリン。
き疲れた。行ったり来たり、ほんとよく歩くよね、僕たち。サスケ、あんたの目的が何かは知らないけど、本当に銃後が必要なのか。何が言いたい。あいつは危険すぎる。考え直すなら今のうちだぞ。っていうか、なんでそこまで危険視するわけ。あいつは自分から進んでオロチマルに捕まりに来たことは知っているか。噂には聞いてたよ。とんだ変わり者だとは思ったけど。あいつにとってオロチマルのアジトは自らを更生させるための施設に過ぎない。更生？15のやつが一体何を更生すんのさ。止めどなく溢れ出る、ただ膨れ上がるだけの、そのいかんともしがたい。その殺人衝動を抑えたかったのさ。殺人ってなんだ、ただの戦闘快楽者じゃないか。いや、そうじゃない。その異常な衝動は普段は抑え込んでいるけど、それが限界に来た時、奴は我を忘れ、恐るべき怪物へと性格も見た目も変貌する。ふん、彼がそんな奴だったとはね。だがオロチマルにとって、その15の能力は魅力的だった。そこでオロチマルは15の体液から他の忍びにも同じ状態を引き起こす酵素を開発した。酵素？ああ、お前も知ってるだろ。それが呪因だよ。呪因？それって確かサスケ、君にも。長々と話をしている暇はない。そろそろ行くぞ。サスケ。
誰もいないね。こういうとこだっけ、北アジトって。いや、そんなはずは。誰？この声、それにこのチャクラは。十五。誰だ、お前たちは。十五、あんたと話したがっている奴がいる。俺に話？俺についてこい、十五。お前の力が必要だ。ついてこいだと。あれ、なんか様子が。俺は誰にもついていかねえよ。俺は俺のまま、ただ破壊を楽しむだけだ。チッ、ダメだ、もう暴走してやがる。俺は誰の縛りも受けない。俺は潰したいものを潰す。十五、俺の話を聞け。お前もここの奴らみたいにぶっ潰してやるぜ。くそ、やっぱりここの囚人は十五のやつか。潰す、潰す、潰す。ああ、こうなるともうダメだね。サスケ、下がってな。
ここは僕がやるよ。よせ、水月。もう話がどうとかそういう展開じゃないでしょ。ち、仕方ねえな。うちも手伝ってやるよ。どうせこいつを止めないとここから出られねえしな。どいつでもいい。ぶっ潰す。来るよ。なかなか手強いね。いいぜお前ら、なかなか楽しませてくれるじゃねえか。ダメだ、全然沈まらねえぞ。15。なんだ、次はお前が来るってのか。かかってこい、ぶっ潰してやるからよ。一度落ち着かせる必要があるな。さあ、俺をもっと楽しませろ。僕らも援護するよ、サスケ。やるぞ。俺を怒らせたいのか。くらえ。少しは落ち着いたか。
なんなんだよ。なんなんだ。どうしたのあれ。どうやら衝動が収まって普通の性格に戻ったみたいだな。15、俺と共に来い。ダメだ、俺はいつ暴走するかわからない。安心しろ、俺がお前の檻になってやる。俺がお前を止めてやる。お前が止めるだと。ああ、お前に何ができる。俺のこの衝動を止められるのは君マロだけだ。君マロってのは確かかぐや一族の。ああ、オロチマルのお気に入りで、十五が唯一心を許した相手だ。それに君マロは強かった。暴走した十五を傷つけることなく止めることができたのは君マロだけだった。君マロは俺のために死んだ。もういない。お前のために死んだ。じゃあうちはサスケなのか。そうだ。お前が、君マロはお前が自分に代わる器だと言っていた。生まれ変わりのような存在だと。君マロ、もう一度言う。俺と一緒に来い。いいだろう。君マロの生まれ変わりであるお前が、君マロが命がけで守ったお前がどれほどの忍びか、それを見届けてやる。これで俺の思い描く正体のメンバーは揃った。これから俺の目的を言う。俺の目的は暁の内派イタチを始末することだ。そこでお前たちの力を借りたい。やっぱりね、ある程度は想像できてたよ。今後俺たちは4人で動く。別にお前たちに仲良くしろとは言わないが、正体である以上協力はしろ。はいはい。これより我ら正体は蛇と名乗る。もちろん蛇の目的はただ一つ、内派イタチだ。お待たせしました。よし、これで全員集まったな。まだ被弾と格図が見えませんが。二人はやられた。ほう、そうですか。あのゾンビコンビもやられるんですね。それでやったのは。木の葉の連中だ。カカシとキュービの人中力の正体にやられた。その正体。後々戦わなければならない相手だ。各自注意しておけ。はい。それでは今回は解散ですかね。待て、まだ話は終わっていない。なんです。もう一人やられた奴がいる。
暁を抜けて10年始末する手間が省けたというところですか。しかしあのオロチマルを倒すとは大した手だれですね。誰がやったんです？うちはサスケだ。やりますね。さすがはイタチさんの弟だ。チッ、オロチマルはオイラがぶっ倒すと決めてたのによ。仲間を集め回っている。それも厄介な忍びばかりな。というと？お前もよく知っているだろう、霧隠れの宝月兄弟、あれの片割れだ。水月か、懐かしいですね。それに天秤の十五もいる。せいぜい気をつけろ、イタチ、キサメ。おそらくお前たちを狙っている。内原サスケに、ホオズキ水月、それに天秤の十五か。先輩？そいつらいろいろ面白そうだな。もしかして狙うんすか？人中力でもなんでもない奴らっすよ。オイラが倒すはずだったオロチマルをやった。これだけで理由は十分だ。行くぞトビ。旦那の代わりに暁に入ったってんなら少しぐらいオイラの役に立て。ちょっ待ってくださいよ先輩。いいんですかイタチさん。よし、これより分かれて行動する。各自イタチの情報を集めてこい。ちっ、仕方ねえな。それじゃ行ってくるよ。さて俺も行くか。出てこい、何者だ。あらららら、見つかっちゃいましたよ、デイダラ先輩。へよくオイラたちに気づいたな。どうも。その装束、お前たちは。トビって言います、新人なもんでよろしく。あ、それとこっちが先輩の。うるせえよトビ。お前は少し黙ってろ。はーい。お前が内葉サスケね。こんなガキにあのオロチマルがやられたとはな。シャリンガンか。やっぱりこいつイタチの弟だぜ。オロチマルをやれたのも内葉の血のおかげってわけだ。うん、決闘に恵まれただけの勘違い野郎が。貴様、いい目で睨みやがってるぜタビ。こいつはいじめがいがありそうだ。はあ、
イタチさんに後で謝らなきゃ。お前たちにはイタチのことを喋ってもオイラに勝てたらいくらでも喋ってやるよ。うん。じゃ叶いませんって。さっさとイタチさんのこと喋っちゃいましょうよ。バカなこと言ってんじゃねえ。まだまだ始まったばかりじゃねえか。まだやる気なんすか。トビ、少し離れてろ。先輩、ここからは本気で行く。お前は邪魔だ。もう諦めましょうよ。そこの仮面の言う通りだ。これ以上の戦闘に意味はない。お前の負けだ。さっさとイタチのことを教えろ。おいおい、もう勝った気でいんのかよ。なめやがって。てめえのその余裕はすぐに消える。てめえは俺の芸術の前にひれ伏し、オイラに見せとっておきの芸術ってやつをな。
球の術ロス。何度やろうが結果は変わらない。俺の勝ちだ。オイラがこんな奴に。答えろ、イタチはどこに。お前もギリギリじゃねえか。この勝負オイラの勝ちだな。オイラにはまだ起爆粘土が残ってる。おいおい、この状況少しは動揺してみろよ、てめえは。うん、これからオイラの芸術でぶっ倒されんだぜ。そういうとこがムカつくんだよ。クールよそってんじゃねえぞ。その目だ、その余裕こいた目が目障りなんだ。オイラの芸術を否定するかのような、その目が許せねえ。オイラの芸術を見て少しの驚嘆も表さないその目が、オイラの芸術を無視するその目が。元からそんなもんに興味はねえよ。それよりイタチの居場所を教えろ。どこまでも舐めやがって。オイラ究極芸術、最大最強最高の爆発をお前に見せてやる。こいつ、まさか今までにない爆発はこの地に、今までにない傷跡を残し、そしてオイラの芸術は今までにない賞賛を受けるだろう。あがいても無駄だ。爆発からは逃げられねえぜ。お前はここで消し飛ぶ運命だ。絶望しろ、泣きわめき。オイラの芸術は爆発だ。兄さん、兄さん、どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。ふ、許せサスケ、また今度だ。サスケ、サスケ。目が覚めたようだね。お前たち、なぜここに。まったく驚いたよ。爆発現場に駆けつけたら、どこにもサスケの姿はないし。
仕方ねえから、うちが見つけてやったんだ。感謝しろ。にしても、よくあの爆発で助かったね。遠くからでもかなりヤバいってわかったよ。爆発の寸前、口寄せを使って別空間に移動した。なるほどね。それであの爆発をやり過ごして、そして、その後気絶しちゃったわけか。それで、相手は？君をそこまで追い詰めるってことは、結構なやり手だろうけど。まさか、暁か？ああ、思った以上に厄介な相手だった。だらしねえ！それでもオロチマルをやった男かよ！オロチマルはもともと弱っていた。それだけの話だ。ふん！とにかく、少し休養を取らないとね。どうした？嫌な、夢を見ていた。夢？いや、なんでもない。集まっているな。今度は何事です？デイダラがやられた。あらら、またメンバーが減っちゃいましたね。彼は結構強かったと思いますが。それでやったのはウチハサスケだ。またですか。思いのほかやるようだな、イタチ。お前の弟は。それであと一人、トビのやつはどうしたんです？あいつはデイダラの爆発に巻き込まれたようだ。陰鬱なこの組織の場を和ませるという大した能力を持っていたんですがね、彼は。あの程度の男ならばいくらでも補充は効く。デイダラは惜しかったがな。何にせよ、今後のサスケの行動には注意を払っておけ。特にイタチとキサメ、お前たちも。わかりました。肝に銘じておきましょう。それでは俺は行く。せめて静かにデイダラを弔うとしよう。さて、私たちも行きましょうか。もう体はいいのか、サスケ。ああ、問題ない。オロチマルの力を取り込んでから傷の治りが早い。これが白蛇の力か。で、次はどこへ向かうんだよ。前の調査で何か情報を得ることはできたのか。暁に関してはいくつか掴んだけど、イタチについてははっきりしたものはなかったよ。うちもだ。俺は動物に語りかけ、イタチと思われる人物の情報をいくつか入手した。それによると、どうやらこの先の土地で奴と思われる影を見たらしい。それじゃあ。15、今すぐに案内しろ。ってことになるよね。イタチ、お前がどこにいようと見つけ出し、この手で蹴りをつけてやる。行くぞ。で、イタチはどこにいんの？
ここから北に向かったところだ。そこでイタチの姿を見たらしい。よし。でイタチの姿を見たと動物だ。よし、これから手分けしてイタチを探し出す。イタチを見つけた場合は絶対に手を出すな。すぐに俺に連絡しろ。あ、それじゃ。もうすぐだ。久しぶりだな。誰だ？俺だ、サスケ。うちはたち少し背が伸びたか。あんたは相変わらずだな、その冷たい目も。始末する価値もない。この俺を倒したくば恨め、憎め、そして醜く生き延びるがいい。逃げて逃げて生にしがみつくがいい。あの夜の出来事、幼かった俺には幻にしか思えなかった。ひどい現実の中にいるのだと、そう思いたかった。だがあれは紛れもない現実だった。今の俺は昔の俺とは違う。あんたを消す、その力が俺にはある。大した自信だろ。あの夜の悪夢を今ここでこの俺が終止符を打つ。
強くなったな。一人で内派のアジトに来い。そこで決着をつけさせてやる。サスケ！お前たち、なんでここに？カリンがサスケのチャクラと大きいチャクラがぶつかってるって言い出してね。気になって来てみたんだよ。サスケ、一体何があった？俺についてこい。行くぞ。内派のアジト。そこで全ての決着をつける。第5章。兄と弟。それでどこに行くの？内派のアジトに向かう。内派の？そこで全ての決着をつけてやる。来たはいいものの、内派のアジトってどこにあるのさ。じっと見つめて、そこに何かあるの？かい。あらら、こんなとこに通路があったんだ。内派一族しか知らない通路か。行くぞ。何か来るぞ。お前はここからはサスケ君一人で行ってください。
イタチさんからの命令でしてね。他の方々はここで待っていてもらいましょうか。いいだろう。正体で動いていたのはもともと1対1に邪魔が入らないようにするためだったから。お前たちはここで待っていろ。さて、星がキキサメ、そして大東サメ肌か。ほう、なぜそれを忘れたか。ホオズキ満月の弟、ホオズキ水月だよ。おお、大きくなりましたね、水月。ここでただサスケの帰りを待つのはなんだから、暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな。お兄さんと違いやんちゃですね。少し削ってあげましょう。ああ、お仲間も参加されるようならどうぞご自由に。うずうずして仕方ないよ。さっさと始めようか、キサメ先輩。戦闘開始。これは思ったよりやるようですね。あんたの持つ大刀サメ肌、この僕が。私のサメ肌をね。残念ですが、それにはまだ力不足です。なんだと。私はまだまだ本気を出していませんからね。へえ、だったら本気出してもらおうじゃない。そうしてあげたいのは山々ですが、あいにく上からの命令で止められていましてね。上だと。ええ、いずれあなたたちにも教えてあげないといけませんね。どういうことだ。待っていろ。内派のアジト、あそこにイタチがいる。決着をつける時が来た。イタチ、この俺の憎しみを見せてやる。たっぷりとな。
手裏剣術の修行に付き合ったや。俺は忙しいんだ。父上にでも教わればいいだろう。だって手裏剣術なら兄さんの方が上だって子供の俺でもわかるや。兄さんがそうやっていつも俺を厄介者扱いする。サスケ許せ。サスケ、また今度だ。兄さんがこんな。愚かなる弟よ、この俺を倒したくば恨め憎め。名は内葉佐助。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興とある男を必ず殺すことだ。やっとたどり着いた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、ここで断ち切る。随分と力が入ってるな。あんたをここで葬ることができると思うと、自然と力が湧いてくるんだよ。俺を葬るか。その前に、あんたに一つ聞いておきたいことがある。今さら何が知りたい。あの夜、内葉一族を滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか。なぜそう思う。いくらあんたでも一族全てを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。誰だ、誰があんたに協力した。内葉マダラだ。内葉マダラ。コロハ学園創設者の一人、俺の相棒であり師であり不滅の男。創設者だと。それならとっくに死んでるはずだ。マダラは生きている。信じる信じないはお前の自由だが。ざれ言はやめろ。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。何が言いたい。マダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前は、お前のその目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがな、そんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。一体何が見えている。今の俺のこの目に見えているもの、それはイタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。再現してみろ。思い知るがいい。
最後の術になる。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノオだ。スサノオだと。切り札、サノオだ。スサノオだと。距離を取ったつもりか。じゃあ、それで終わりか、サスケ。
してあげるわ。オロチマルのヤマタの術か。手当てはしておいた。イタチは死んだ。お前の勝ちだ。
一度会ったな。前は敵としてだが。デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃない。俺はお前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。あること？そう、ウチハイタチについてだ。お前は兄のことを知っているようで何も知らない。なぜお前がイタチのことを知っている？そうだな、まずは自己紹介からしておくか。俺はお前と同じウチハ一族の生き残りであり、ウチハイタチの真実を知る者だ。なんだ今のは。イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。さすがイタチだ。死んでもなお驚かされる。ここまでの手を打っておくとはな。一体何のことだ。お前に術をかけていたのは、お前から俺を遠ざけるためとでも言う。よほど俺の口から真実を伝えてほしくなかったと見える。何の話をしている。イタチは死ぬ前お前に何かをしたはずだ。最後お前のために己の動力をお前の中へ注ぎ込んだんだ。何を言っている。何が言いたい。どうしてイタチがそんなことを。わからないのか。お前を守るためだよ。守るだと。何の冗談だ。あいつは俺の敵だ。父さんと母さんを殺し、一族を滅ぼし、それに。さっきも言ったが、お前は兄のことを知ってるようで何も知らない。うるせえ。お前にイタチの何がわかる。イタチから聞いているだろう、あの夜の協力者のこと。じゃあお前が。そうだ、俺がウチハマダラだ。俺はイタチのことなら何でも知っている。奴が何を思っていたか、何を望み、何を愛し、そして何をかけて戦ったのか、すべてな。お前は兄ウチハイたちの生き様を、真実を聞かなくてはならない義務がある。あいつはイタチは俺と戦い、俺をこれまで苦しめ続けてきた。それに一族を滅ぼしたのは紛れもない事実だ。あいつはウチハを。それが木の葉から下された任務だったとしたら、それがイタチの真実への入り口だ。任務だと。そうだ、あの夜イタチは己を殺し、任務をやりと。どういうことだ。
少しは話を聞く気になったが、あいつはイタチは犠牲になったのだ。木の葉に古くから続く因縁、その犠牲にな。犠牲。この葉が暮れ、今では大層な里になっているが、その根底には歴史の歪みが渦巻いている。特に内派に対する差別がそうだ。内派への差別だと。もともとこの葉隠れは対立していた忍びの組織が一つになって出来上がった里なのだ。そしてその中に我が内コロハ創設当時こそ我らは他の一族と共に里の中心として実権を握っていたが、初代火影の座を奪い損ねてからは徐々に内派は主権から遠ざかっていった。内派のリーダーであった俺はそのことに絶望し、やがて里を離れた。俺が離れた後の内派はさらに力を失い続け、そしてついには里の厄介者として扱われるまでになった。所詮内派は必要とされてなかったのだ。差別されていたのだ。もちろんそれを良しと思わない者たちが出てくる。当然だ。彼らは内派の実権を取り戻すため、そして何より誇りを取り戻すためにある計画を企てた。計画。お前の父をリーダーとした木の葉の乗っ取り、いわゆるクーデターだ。内派一族がクーデターだと。それに父さんがリーダー。それに感づいた木の葉上層部は内派に一人のスパイを送り込んだ。それがお前の兄、内派イタチだ。内派一族と木の葉隠れ、どちらを取ればいいのか、その合間に立っていたイタチの胸中は想像を絶する。最終的にはこの葉隠れを取ったがな。なぜだ、なぜイタチは内派を裏切る。第三次忍海大戦、この戦争の経験がイタチを里の安定と平和を第一と考える男に変えた。戦争というものはどれも地獄だからな。里の上層部はイタチのその心を利用し任務を与えた。その任務というのが、内派一族全員の抹殺だった。当時のイタチは悩み悩み悩み、いかんともしがたい苦悩の中にいた。普通に考えれば同胞に手をかけることなどできようはずもない。だが内派のクーデターを許せば里は崩壊し、そこをついて他里が攻め込んでくる。それこそ第四次忍海大戦の引き金になりかねない。内派一族の利己的な思想で無関係の人々が死ぬ。それだけはどうしても避けなくてはならなかった。だからイタチは選択したのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすことを。そしてあの夜へとつながっていく。任務だった。一族を滅ぼし
汚名を背負ったまま抜け人になること、その全てが任務だった。イタチはその任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて、いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでさえも、ただ一人、たった一人、弟だけはせなかった。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ里を抜けた。お前のことが何より心配だったのだ。そうだ、そんなの、そんなわけあるわけないじゃないか。事実だ。嘘だ。現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それにイタチにはお前を追い込まなければならない理由があった。全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前を獣院から解放するため、そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたのだ。ウチハ一族の仇を討った英雄に。信じられるか、そんなこと。あいつは、イタチは悪だ。一族を滅ぼし、暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するためのな。一族を裏切り、里を抜けたとしても、イタチの心は木の葉と、そして何よりお前と共にあった。嘘だ、嘘だ。そんなことがあってたまるか。嘘ではない。お前のことを何より。やめろ、そんなものすべて。なぜならお前は生きている。イタチのことを、何、イタチは友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、父を殺し、母を殺し、だが殺せなかった弟だけは。血の涙を流しながら感情を一切殺して、里のために同胞を殺しまくった男。どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味はお前にわかるか。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。あいつは死ぬ間際まで、いや死んでもなおお前のために、お前に倒されることで内派一族の仇を討った木の葉の英雄に仕立て上げるために。その身は病に蝕まれ、近づく死期を感じながら薬で無理に延命してでも、お前と戦い、お前の前で死ななければならなかった。
葉の平和のため、そして何より最愛の弟ウチハ・サスケ、犯罪者として裏切り者として死んでいくことを望んだ。名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、それでもなおイタチは笑って死んでいった。弟のお前にウチハの名を託し、お前をずっと騙し続けたまま、それがウチハイタチの真実。お前の兄の生き様だ。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。許せ、サスケ。また今度だ。交換条件がおんぶしろとはな。まったく。ねえ兄さん、今度は絶対に修行に付き合ってよね。ああ、だが俺も任務を受ける身だし、なかなか時間が取れないかもしれないぞ。それでもいい。たまに一緒にいてくれればそれでいいよ。サスケ、お前は俺が許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ、我々はこの葉を潰す。鷹が鳴いた。虚空にただ一度。悲しい声だった。虚しい声だった。そして怒りの声だった。滅びの一族を背負いし少年は今静かに狂人をかの地へ向けた。これより開けるは戦乱の幕、真実の復讐、過去への清算。
生きし兄の無念を胸に、新たなる宇智葉佐助の物語はここより始まる。